アンソロジーコミックではありがとうギターと筋肉が一番好きです。こんにちは、ガクチャンネルのマナブです。今回はこちら。うわ、ギブソン高すぎ。エピフォンのレスポールは、はい、ボザロ関連の演奏や機材解説動画、たくさんの方に見ていただいて、改めてボッチザロックの凄さを体感しております。こちらの動画ではギブソンレスポールカスタムの代わりにヤマハのパシフィカをご紹介したんですが、パシフィカの前にエピフォンだろうというコメントをたくさんいただきました。みんなの言う通りだよね。ギブソンの前にエピフォン、フェンダーの前にスクワイヤーって考えるのがセオリーだよね。さらにこちらのコメントでびっくり。価格コムの週刊エレキギターランキング1位から20位まで全部パシフィカとエボディのレスポールでした。すごい。でも21位はまさかのホワイトファルコンでした。小雪ね。はい、こちら価格 .com のランキングなんですが、本当にね、パシフィカとレスポールカスタムしかないです。しかも前回動画でご紹介したパシフィカ612が1位でした。たださ、もしかするとギブソンさんからすれば、アニメ1期の段階ではギブソンレスポールカスタム買えない人はエピフォン買ってねーの流れで、ヤマハさんは2期でパシフィカが出るから2期見た後はパシフィカ買ってねーっていう流れだったかもしれないよね。あれ、これもしかしたらこの動画ちょっとね、法則を乱しちゃったかなみたいな、まあ思い上がりだとは思うんだけどね。ギブソンブランズジャパン株式会社さんへの申し訳なさを若干感じつつも、ただ俺もね、もちろん最初はエピフォンを紹介しようとしたんだけどね、その時売り切れでどこを探しても買えなかったんだよね。んで原作も読んでたから、やっぱりここはパシフィカを紹介しようって思っちゃったんだよね。そんな感じで思い上がりかもしれないけど、エピフォンより先にパシフィカを紹介してしまったことによるギブソンさんへの罪悪感を抱えていた俺は、夜中になんとなくデジマートを開いたんだよね。そしたらあるんだよ、こちら、エピフォンレスポールカスタムエボディの在庫です。はい、こちら。はい、これね、なんかここちょっと汚れてたけど、はい、これがエピフォンのギグバッグです。エピフォン for every stage ってなんかここかっこいいよね。はい、そしてこのファサファサのベールに包まれて、はい、オープン。これがエピフォンレスポールカスタムエボニーです。横でね、ギブソンが見つめてますけど、はい、ヘッドから見ていきましょう。フレットね、こんな感じになってて、これボディね、漆黒の黒光りしてます。かっこいいね。エピフォンレスポールカスタム、前に麦ありました。一人から二人になったレスポールカスタムです。ってことで、運よくエピフォンレスポールカスタムをゲットできましたので、今回は念願のボッチザロックの影響でギター始めたいけどギブソン高すぎて買えない人を救うエピフォンの話と題しまして、ギブソンとエピフォンのレスポールカスタムの比較レビューをしていきたいと思います。ボッチザロックを見てこれからギターを始めようと思った方のギター選びの参考になれたら嬉しいです。聴き比べのサンプル音源として、前回と同じくボッチザロックのオープニングテーマ青春コンプレックスを原曲っぽくギターのみで弾いたパターンと、ソロギター風にエフェクトを一切かけないで弾いたパターンの2つをご用意しました。それでは早速聴き比べしてみてください。どうぞ。ガクチャンネル。
楽チャンネル。ギブソンとエピフォンの聴き比べいかがでしたでしょうか。やっぱり音の傾向はかなり似てるよね。ただギブソンは音の輪郭がしっかりしていますね。このあたりはさすがです。でもこのギターの音の違いに気づける人が果たしてどれくらいいるのかっていう話で、ヴィンテージエフェクターの時も似たようなことを話したんだけど、こういうわずかな差に大金をかけれるのかっていう部分で、そこにもこだわれるのがプロフェッショナルなんだなと思います。お金出せばいいっていうわけではもちろんないんだけど、あとちょっと音が良ければ誰かを感動させれたかもしれないとか、あとちょっと作りが良ければ弦が切れなかったかもしれないとか、そういう首の皮一枚的な部分にプロは大金をかけると思います。偉そうに言ってる俺もまだまだ道の途中なんですが、ただでさえね、普通の仕事とは違う芸術とかね、音楽の世界を選んだ以上、こういう感覚は大切にしたいと思っています。じゃあ安いギターが良くないのかと言ったら決してそうじゃなくて、プロとして金額的な部分でもこだわれる余裕が出るまでは、安いギターでも大切に弾いて、気に入らない部分は改造してもいいし、で楽器と一緒に成長していくっていうのもありだし、最初から高級なギターをバンと手にして楽器にリードして導いてもらうっていうのもいいよね。ただ今回ボッツザロックの動画でご紹介したパシフィカやエピフォンに関しては、比較的安いギターなのに作りはめっちゃいいので、普通にレコーディングやライブでもバリバリ使えちゃいますね。俺もパシフィカはすでに東京の現場で使いました。あと今回俺が購入したエピフォンは重量が 3kg 台と、レスポールカスタムにしては軽いのも最高です。ギブソンのレスポールカスタムはとにかく重いからね、ボッチちゃんも肩バッキバキになってると思います。まあいろいろ話しましたが、余裕が出るまでは一つの機材にあまりお金をかけすぎずに、自分のやりたいことを叶えるために必要になる機材を広くね、金額的には浅く揃えるのがいいんじゃないかなと思います。ボッチちゃんも DTM 機材とかしっかり揃えて動画投稿してるからね。そのあたりの機材が気になる方は前回の機材考察動画をチェックしてみてください。みんなの感想もね、俺含め視聴者さんの貴重な情報源となりますので、どうかお気軽にコメントしていってください。面白かったりためになるコメントは動画でもご紹介させていただきます。楽チャンネル。はい、最後に視聴者さんからのコメントで締めていきましょう。今回エピフォンレスポール購入のご報告をたくさんいただきました。おめでとうございます。みんなマイニューギアってツイートしたのかな。コメントありがとうございました。続きましてこちらはギブソン編ですね。さすがにね、ギブソンレスポールカスタムともなると金額が金額なので、購入のご報告はお一人様でした。以前の動画でもご紹介しましたね、奥様からギブソンレスポールカスタム30万円をプレゼントしてもらったよという方です。素敵ですよね。ご報告コメントありがとうございます。あとはギブソンをおすすめするコメントですね。黙ってギブソンを買え、モチベ続くぞ、高えからな。勢いがすごいコメントありがとうございます。何言ってんだ、ギブソンは買った値段で売れるんだから実質タダだぞ。出ましたね、実質無料。ただこれもあながち冗談じゃなくて、投資目的でギター買う方もいますよね。自分が小さい時に亡くなった父がギターを弾いてて、家にあったからそのレスポールカスタムを使ってたけど、急に人気が出て驚いた。この方主人公属性すぎるよね。お父様から受け継いだギター大切になさってくださいね。10代の初心者からギブソンレスポールカスタム使うなら40年50年後も使い続ける覚悟を持って購入し弾き続けてください。最初は音が暴れて使いにくく、重量も重いので挫折しそうになりかけますが、弾いてるうちにだんだんと慣れて音のコントロールも自在にできるようになり、唯一無二の相棒になりますよ。楽器と人との絆を感じさせる素敵なコメントありがとうございます。続きましてこちら、他メーカーさんが作るコピーモデル編です。こちらも多くコメントいただきました。ありがとうございます。一番多く話題に上がっていたのは東海楽器さん、続きましてアリアプロ2のブリッツで、横並びでフェルナンデスのバーニー、不次元、バッカス、グレコもおすすめされておりました。コメントいくつか見ていきましょう。初コメント失礼します。ギターは全くの初心者ですが、1週間ほど前にブリッツのレスポールカスタムタイプ買いました。ブリッツデビューおめでとうございます。睡眠を削っていくスタイルね。俺も学生時代は早起きしてね、ギター練習してから投稿したりしてたな。懐かしいです。親父のグレコのレスポールカスタム譲ってもらって使ってます。状態も最高だし手放せないぜ。主人公属性の方再び、グレコのレスポールカスタムもう中古じゃなきゃ手に入んないよね。状態も最高ということで羨ましいです。男は黙ってプレイテック。インパクトがすごい。みんな大好きサウンドハウスさんの自社ブランドだね。
俺もねテレキャストストラト2本ぐらい持ってるけど、安いのに作りがしっかりしててびっくりしましたね。コスパで言ったら最強なんじゃないかな。でこちらねレスポールタイプもありますので、コスパ命って方はね、男は黙ってプレイテックしてみてもいいんじゃないでしょうか。ヤマハのレブスターをおすすめする方もいらっしゃいました。俺もねパシフィカの作りがあまりに良かったんで、同じくヤマハさんの作るこのレブスターも気になってんだよね。ボッチに対抗して白のレスポールカスタムを買おうと思います。あえて色違いを選ぶっていうのもいいよね。白ならまだ在庫ありますので、この方かなりナイスなチョイスだと思います。そして俺はその間を取ってエピフォン SG カスタムを買う予定だ。なんせ黒くて金装飾がかっこいい。みんながそれ買う間俺は先に行ってるぜ。そう、我が道を行く。 Going my way な方だね。素晴らしいです。 SG の独特なフォルムもかっこいいよね。最終的には引き手ってなるからバンドは楽しいですね。その通りです。ありがとうございます。最後にリアルお父様からのコメントを載せておきたいと思います。ガクチャンネル。ボッチザロックの影響でギター始めたいけどギブソン高すぎて買えない人を救うエピフォンの話、いかがでしたでしょうか。前回のボザロ音楽機材を考察の動画の時に、俺ドラム詳しくないからニジカちゃんの機材は紹介しないよっていう話だったんですが、ニジカちゃんの機材はもちろん、他にもね新しい機材の話をコメント欄で情報をたくさんいただきましたので、それらと最新話の情報をまとめて新しいボザロ音楽機材を考察動画制作しようと思っておりますので、ぜひ楽しみに待っていただけたらなと思います。テレビアニメボッチザロックもね、今日いよいよ最終回ということで寂しいね。まあでもここまで盛り上がったから2期は確定でしょ。2期の発表と結束バンドのライブ、そして新曲、あとは楽器メーカーさんとのコラボモデルの発売とかね、妄想は止まりませんが、とにかく今日の最終回ね、楽しく視聴しようかなと思います。みんなもね、たとえ恋人がいなくともボザロとギターと楽しいクリスマスをお過ごしください。このチャンネルでは今回のような機材紹介はもちろん、アニソンやゲーム音楽のカバー動画も投稿しております。趣味が合うなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。てな感じで寂しいですが、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。したっけなー。